はい、夏休み1日目。今日はね、ボールタッチ。昨日の動画で言い忘れたんですけど、ボールタッチとリフティング交互でやるっつって、ボールタッチは1日3種類で、リフティングは1個の技をね、やってもらいたいなと思います。小学生1年生から大人、誰でもいいんでね、できない人はね、ちょっとチャレンジしてみてほしいなと思います。じゃあ早速やっていきます。1個目、はい、ポイント、足の裏転がすんだけど、足の裏のこの親指の下で転がす。それを両足ね、転がす転がす転がす。でドリブルで大事なの1個、リズム、123のリズムでやります。転がした、左足で転がしたら次123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 
右足。後ろ向きだとこうなります。はい、その場でできた人はじゃあちょっとね、コーンでもペットボトル何でもいいんで、123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 
はい、じゃあ、2種類目、通称コンパス。コンパス上がるね、小学生みんな。こうやってやるやつね、これ軸になってね。得意な方の足のインサイドで、左利きの僕は反時計回りにぐるぐる回っていきます。すごい目が回る。右利きだったら右足のインサイドで時計回りに。やばい、本当は両足できた方がいいけど、ちょっと右足が難しい。はい、こんな感じで、大体10周ぐらい連続でできるようになったら素晴らしい。位置はインサイドで、軸足はちょっとケンケンしながらステップ見ながらね。で、ボールを押し出す、ずっと押し出すイメージ、押し出す。で、ボールは見ない、できる人は OK で、これ試合中だったら、例えば仲間、こいつ仲間です、こいつ敵で、この角度から進行方向向こうね、パスもらって、パスコースないけど、このままフッワンツーだったりね、パスができるっていう、このいくらでも応用できるんで、これ結構使える。トリカゴとかね、プロのトリカゴとか日本代表のトリカゴとか見てると結構こういうの使うじゃん。それ使えるためにするためのボールタッチです。まあ、これ10周できるとは、両足ちょっと俺右足マジポンコツだからできないんだけど、やってみてください。はい、じゃあ3つ目、まずお手本。はい、触る場所、これ右足左足交互でやってほしいんだけど、まあ、アウトサイド、詳しく言うとこの小指と人差し、小指とお姉さん指の間らへんで触るで、斜め右、右でやるときは右、斜め右に押し出す、押し出して足裏で止める。これこうじゃないから、
もうワンタッチ、ツータッチ、これだとツータッチになるからボールと足を離さないで押し出して止める、スムーズに止める、で戻してきて次左足押し出して止める、押し出して止める、こういうタッチ結構難しいから、できない人はねゆっくりでいいから、この感覚タッチのアウトで押し出して足で止める、止める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 っていうのをやってほしい。で、応用編としては今のでちょっと前に進みながらやってみたり、俺でもミスするからね、ミスは全然していいんだけど本当に、で逆に下がっていくとか、タッチは一緒ね、ごめんミスする、タッチは一緒で意外とむずいんだよね、進むとかだけつくだけでもマジで意外とむずい、できると上がって前行ったり後ろ行ったり、はいっていうのになります。今日はタッチができるようになって連続で30回できたらクリア、そんな場でいいからね、1個目復習するとこれね、 1、2、3、1、2、3、1、2、3って感じでね30回、2個目はコンパスか、これ10周でいいよ、これ得意な方の足10周できたらクリアで、ラストこれね30回、1ミスなしね、3、4で宿題クリアっていう感じになります。はい、そんなね本当一見難しそう、最初やってみたら難しいかもしれないけど、ちょっと練習すればね、もう1時間本気でやれば絶対この3つできるから、応用編までいかなくていいから、できない人はまずその場でやってみてほしいなと思います。はい、じゃあ夏休み1日目、今日これできるだけでもね自分で分かんないかもしれないけどちょっとずつ成長するから絶対で、37日後超成長できるから、 OK、 まず1日目で心折れないようになんとか頑張ってください。はい、じゃあ明日の2日目楽しみに、1時間で終わらなかった人は2時間やってね、ちゃんとクリアするまで終わってよ、よろしく、宿題だからね。はい、じゃあバイバーイ。